はい、すいません。先ほどの放送の続きです。西アクラソンの山根です。どこまで話しましたかね。そうね、僕の父、そう、父がまあ怪我をしてね、結構ね、すごい怪我だって。多分その時からパーキンソン病の症状が出てたんだかな。パーキンソンって言ったらね、この足がこう立てた時にツツツツと出にくいかったりするんで、そういう症状が出かけたんかな。僕がまあ仕事行ってる時に、庭の方でこうね、豆を干している時に後ろにダーンとこう転んで、その時分からなかったんですけど、転んで結局まあレントゲン撮ってみたら、首の骨がこうね、ちょっとこうグッとこうボキンと折れたらもうやばいんですけど、ちょっとね、グッとずれたっていうかね、もうちょっとでもうやばいとこだったんですけど、しかもその時も自分でもう、水もうね、僕らも仕事行ってるんで、自分でもう這い上がってきて、もう僕にもう血だらけになって電話してきて、それでもう行ったんですけど、まさかね、首の骨が折れてるなんてね、その時は思ってなくて、今もここにちょっとこのボルトっていうか入ってるんですけど、まあそうしながら、まあこう診断していくと、やっぱりパーキンソン病だということで、今もね、リハビリの病院に行ってるんですけど、その時ね、やっぱりなんぼこうね、身内のことだって言っても、もうすごい職場に迷惑をかけたんですよ。もうね、何回も病院に行って、それがまたちょっと落ち着いたとなったら、今度また家で転んだとかって、もうそうしていたら、うちの母も車でこう事故したとかね、もうしょっちゅうですよ、本当抜けてて。もうそういう状況で、まあ僕ももうちょっとね、僕もその役職じゃないですけど、まあちょっとね、そういう地位がいただいてたんで、やっぱりね、迷惑をかけ、これ以上ね、今後も結局やっぱり誰かがついてないとね、親父にですよ、親父に誰かが、僕であるか母であるか、どっちかがついてないと、立てたりはできるんですけど、すぐ転ぶんですよ。だからそのね、今もこう介護してるとこう、トイレ介助に行ったりする時も、こう支えていって、こうズボンも下ろして、もうパンツも下ろして、こう母と僕でね、こうやってるんです。まああとね、まあ、食べるのはまあなんとか自分で食べれて、喋るのもいけてるんですけど、またね、そういう介護を、どういう介護をしてるんかとかいうのはまた放送しますけど、ちょっとごめんなさいね、長くなって。そうして、やっぱりね、僕もその当時はね、まさかね、まだ元気な親父がね、こんなことになるなんて思ってなかったから、もう何にもね、準備っていうかね、もうこれからどうしようかなってもう思いましたよ。なんで、でもね、そのやっぱりそう、僕も介護の仕事してたんですけど、やっぱりどういうのかな、自分の家族がやっぱり一番こう大事というかね、こう仕事のこともあったんですけど、そのやっぱり一緒にこう時間を共にしたいっていう気持ちもまあすごくあったんで、母だけにもこう介護を押し付けるみたいなね、ことはできないし、あのね、こういうこの内容、まあ以前にもちょっと話したことはあるんですけど、親孝行したい時に親がなかったら、なんかね、僕も本当この年までずっともう親孝行なんてしてこなかったんで、今が親孝行っていうわけじゃないんですけど、こう今をこう一緒に同じ時間を過ごして、いろんなことを、まあこうどっかに連れて行ったり、一緒にね、寿司食べ行ったり、
些細なことでもいいんでね、ちょっとやろうかなと。まあこれね、まあ僕だからできるっていうのは、僕その自慢じゃないですよ。というのは、まあ僕はまあ結婚もしてませんし、子供もいないんで、できる部分がもう自分がもうこうだと思ったらね、やれる部分があるんですけど、やっぱり同じこう境遇のな、こうね、そういう誰かが、家族の誰かがそういう介護が必要な場合、同じような状況の中でも、やっぱり僕のようなことはできる人ばっかりじゃないんでね、まあ、それ僕のようなことがいいって思ってるわけじゃないんですけど、でもできたらやっぱり家族なんでね、ちょっとはこう関わりを持っていってほしいかなと思いながら、今ね、ちょっとまたこう話がね、まとまってなくてすいません。それで、まあ西粟倉村では、まあそういう一人暮らしの方であったり、ご高齢の方がね、そうおられて、今まあこう国の方向性でも、どういうのかね、介護状態になる手前でこう止めるっていう、こう介護予防ですかね、そういうことに力を入れていこうと言ってますので、この前僕もそういうお誘いがあって、地域通所付き添いサポーター事業っていうのが、まあこうこれから始まっていくんですけど、こう引きこもりの方をこうなるべくこう外にこう出して、出ていただいて、こう活性化してこう介護状態にならないように。やっぱりどうしてもとあの年寄りな一人でいるとね、こう出るのが大儀くなったりするんで、それをこう食い止めるっていう事業に、まあ、僕も参加しようかなと思っています。という感じで、今日は ごめんなさいね、話下手ですね、僕。というかん、まあ今の西粟倉村はこういうものだっていうのと、僕がまあ今父の介護を母と一緒にやってるっていうことでした。ではまた次回はですね、こう僕がどういうことをやってるとか、どう思ってるとかいうのを、またこう重複する、話が重複するかしれませんけど、またよろしくお願いします。では失礼します。